ままず第1話の表紙ですね。ブルマと孫悟空見てみましょう。バイクに乗ってるブルマと孫悟空なんですけども第1話で絶対必要なです、ね、主人公の顔を見せ,見せてないんですねこんな漫画見たことないんですよ「ワンピースでー」ーであろうと「ハンターハンター」であろうと第1話の表紙ってブルマも後ろ向いてるんですけどブルマがバックミラーで後ろを見てるものだけ見てると。 うささというかすごさですねちょっとここら辺アップにしてほしいんですけども透明なキャノピーがですねガラスの風防がまあ上にかぶさっててでそれの周りに白いフレームがついててでボディのここを見たらですねここにネジが2つついてるんですねつまりこの透明なキャノピーっていうのは金属製の,あのフレームがですね両側に走っていてそれをですねボディで外側からネジ止めしてるっていうことをやってるんですよ。 でここら辺のですねどうやって作るのかまで考えているですね、このデザインのセンスというかですねメカニズムのセンスですね。後ろの背景を見てみると遠くの山はぶれてないのにすぐ後ろにあるです、ね、森とかですね、木というのが流れるような流線で描いてるんですね。流線というのをあんまり漫画っぽい流線にせずにあえてイラストっぽいですねグニャグニャとした形で描くというこのセンス。 本当にすさまじい画力というかですねデザインと画力がこの中に入ってるんですが、ね、第,第2話で顔はちゃんと見せるんですけどもなんかね大きく描いてる割に横顔なんですよ。で横顔なんだけどもブルマのですね右の眼球の膨らみをちゃんと描いてるんですね。 でここら辺、ね、鳥山明がね後で「ドラゴンボール全集」とかを書くときに例えば「天津波の顔」とかを横で書くときにもう目の膨らみ書かなくなっちゃってるんですね。ドラゴンボールが終わってしばらくして鳥山明っていうのは絵を描くのが嫌になった吐き気がするというようになってでマックで書くようになってやっと救われたというふうに言ってるんですけどこの時代の鳥山明っていうのは目を横から書くときは眼球の膨らみまで書かないと気が済まないんですよ。 孫悟空はもうチラ見してるだけなんですよねこの眼球の膨らみを描きながらこの鼻筋の上の線ですねおでこにかかる線がちゃんと右の眼球を隠しているというです、ね、このうまさもですね本当に注目してほしい。であとコクピットの取捨選択っていうのかな。いわゆる第二次大戦の時の時 反射式のです、ね、照準機からです、ね、現代のジェット機ですね、まあ、ベトナム戦争たりかジェット機あたりのです、ね、レーダーとつまみぐらいまでがです、ね、いろいろ入ってるこのうまさですね。これのですねあのマウス式のつまみですかこの四角いの横にじってる丸いのこれはです、ね、グローブがついているです、ね、ごつごつの手でスイッチを間違いなく操作できるような丸の中からネジみたいな山が出てるようなスイッチですね。で というふうにリアルに描いているのかと思えばブルマの点に合わせた操縦桿とか横のレバーの小ささですねだから本来コクピット実際に見ると大きいです、ね、操縦桿の握り手とグリップとかです、ね、このレバーのグリップとかを小さく描くことによってここ全体のスッキリ感を出してるんですここら辺もです、ね、鳥山明メカが好きで描いてるというではないんですよ スイッチの大きさとかです、ね、レバーの大きさっていうのを実物通りに描いちゃうんですけども女の子が操縦していてその女の子がノースリーブに近いような半袖だからあえて可愛くかっていうですねあとここにバックミラー描いてるのも僕やっぱすごいなと思いましたけどもですねうますぎるんですよね <laughs> 本当にしかし このドラゴンボールですね。人気が出なかったそうです、えー。ウィキペディアによるとですね。5週連続カラーという大々的な扱いで週,週間連載開始されるもですね。あんまり人気がなくてですね、徐々にですね、あられちゃんの次だというふうなことで期待票もあったんですけど、人気加工してですね、アンケート結果がですね、あの15位にまで落ちたと。15位って、もうほとんど最下位に近いんですよ。確かあの当時のジャンプって18。 ぐらいいだったかなほとんんど最下位に近いんですよね担当の鳥島さんにですね主人公が地味だから人気がないというふうに言われてですね以後強さを追い求める主人公というのをテーマに作品を持たせるとこれをウィキペディアに書いてるんですけその発想から一旦サブキャラを下げて修行編を作るとつまり一番最初は「ドラゴンボール」というのはまあ最有機ですから天軸というか「ドラゴンボール」を目指して猿と豚と いうのが旅をするとカッパっていうのがあれなんでしょうヤムゃんなんんででししょょううヤム三蔵法師の代わりにです、ね、ブルマを置いてやってたはずがもうそこら辺のキャラクターを一旦全部整理してですね修行編というのをやったと無天老師のところでクリリと一緒に修行するとでその成果を見せるために天下一武道会が始まり主人公である孫悟空のキャラクターが確立されて人気が急激に上昇したと。 あの辺りからなんです、ね、その無天狼師のところで修行して天界寺舞踏会でやっぱ戦いを始めてからやっと打ち切りを逃れるようなですね人気漫画になっていたわけですねその頃ですねやっぱ人気上がってたのでフジテレビから中映者に話があってアニメ化につながると。 で「天下寺武道会編」でやっと読者アンケート1位を獲得してその後ですね連載終了までほぼ不動の1位というですね化け物漫画になったわけですね。連載終了まで不動のっていうのはすごいですよね。クリリン初登場あたりからですねアンケートの結果が良くなったらしいんですけれどもちょっと見てほしいのはですね「クリリン登場したあたりですね32話を持ってきたんですけど32話のですね ワンンシーー見見てください見開きページですね32話で無天狼師のとこで修行していよいよ天下地武道会が始まると「お前らその背中の重いコーを外せ」って言って「コーを外すと体が軽いジャンプしてみろ」って言うとこれまで4段で細かく書いてたのを全部ぶち抜いてで上のフレームいっぱいまで抜けた画面でバヒューンと2人ともジャンプして対空してちょっとおしゃべりができるぐらいの余裕があって着地するという流れになってるんですけども。 確かに面白いんですけども、絵に来れなくなってるんですね。まず無点老子のところで修行しているという理由も、まあ後にこう鳥山アクイラが言う通り、もう。 街とかですねそういうふうなものを書く余裕がなくなってきたから戦う場所っていったら岩山とかですねここは人が多い場所を移そうぜお前の好きにするがいって言ってですねもう岩山行くとかですねなめくせは草木も生えてないところだって草木が生えてないのは鳥山先生の事情ですよとかですねいろんな事情があって「ドラゴンボール」っていうのはあとまあ展開地舞踏会も周りの観客はいるんですけども基本的に舞台の上ですね石材で組んでる舞台の上で戦うのであまり作画的にしんどくないんです ですね、そうやってですね作画で楽をするしかなくなってきてるんですけども絵に来れなくなってきてるんです構図とか相変わらずうまいんですけども絵に来れなくなってきてまあ一応無伝老子の車が多分ねこれシボレーのインパラかなとあんまり車詳しくないんでシボレーのインパラの天井が撮れるモデルかなとは思うんですけど、まあ、ここで遊んでるぐらいですねここぐらいしかもう遊びようがなくなってきて鳥山明のです、ね、絵の魅力 ドクタースランプの頃にもう本当に遊んで遊んで駒の隅まで遊んでいた知り合いの顔を入れてみたりとかです、ね、そういうようなことがどんどんできなくなってるんですね、まあ、このあとですね展開地舞踏会が始まってどんどん人気が上がるんですけどもしかしここで,です、ね、アニメ化の企画が始まってしまったんですねアニメ化の企画が始まると初期の「ドラゴンボール」っていうのは「孫悟空修行編レッドリボン軍編ピッコロ大魔王編」っていうふうになってるんですけども孫悟空修行編のクライマックスが展開一武道会なんですよ。レッドリボン軍 編になって、徐々に、徐々に路線がハード化してきてですね。ピッコロ大魔王編では、人がバンバン、バンバン死ぬようになってしまうというですね。まあ、路線のハード化が進んだんですね、えー。レッドリボン軍編半ばのですね。第84話ですね。聖地カリンの親子という。 ですこれちょっとコマを整理して見やすくしてるんですけどもかりんというですね聖地を守るこのインディアンみたいなボラっていうお父さんですねお父さんとでその息子のですねウパだウパっていうのがですね出てくるんですけどもかりん島のボラが聖地に侵入してくる侵入者を倒すシーンなんですけど、まあ、敵は銃を持ってるとはいえ槍を投げてですねそれが木を貫いて相手を殺してしまうわけですねでも死んでる顔を描いてですね他にも死体がいっぱい転がっていると。 で子の者たちを葬ってくるからでも待っておれっていうことで死体をこう掘るんですけどもこれまでも「ドラゴンボール」っていうのは人が死ぬシーンっていうのは確かにあったんですけどもここまでですねもっとソフトな表現で逃げてたのが多かった。 たんですね。あのバーンと打たれて死んだ後で、あの私死んでますけど知っとるわいっていうですね。ボケとツッコミが入るような流れで表現してたんですけども、このあたりぐらいからちょっとあの人が死ぬっていうのをですね、はっきりと描くようになってきてるんですね。絵にも徐々に徐々に余裕がなくなってきてます。まだこの頃はね、森を描くときにまあ一本一本木を描いてるんですけど、後になってくるともう塊として描いてるようになるんですね。でこれはあの 後のです、ね、時代に鳥山明以外の人が色を塗ったです、ね、状態のカラー版「ドラゴンボール」だから、まあ、あまりよく分かんないんですけどなかなかこれモノクロ版の連載当初の形で見るとあ当初は楽しんで背景描いたのに本当に余裕なくなってきたんだなっていうのがわかるんですね。こののの当時表表紙紙でですすねさっっきとと比べるとやっぱり上手いんですよ 上手くて動何がうまいのかっていうと僕はやっぱあのアニメやってた時にどんな絵が上手いのかっていうのを本当に超うまいアニメーターたちに説教したんですね岡田さんなんてまだ自分が絵が描かないからリアルに描いてたら上手い絵と思ってるでしょうつまり最近の,あのアニメとかにあるやたら綺麗な絵とかですね髪の毛とか細かく細かく描いてる絵が上手いと思うでしょうと違いますよと。 本当にうまい絵というのはどんなものかというとこの腕の長さこれね悟空って子供だから腕が極端に短いんですよ短いのにここに関節のくぼみがありますよねこの位置に関節のくぼみがあってここで一回筋肉がへこんでるからここがですね肘の関節と分かるんですよこの右手ですらなんとなくの位置が分かるようになってると腕がこんなに短いのに関節の曲がる位置がちゃんと分かってその上で腕を伸ばしているのを書いているとつまり伸ばした棒として書いているのではなくて 本来この位置で曲がる腕をまっすぐにしてるんですよっていうのが分かるように書いてるこれがもうめちゃくちゃうまいわけですねでも楽しんで描く余裕が絵がうまいからそれ描けるんですけども 楽しんで描く余裕がないからちょっとデザイン的に処理してるわけですね。で次のですね86はですね「タオパイパイの必殺ドドンパっていうですね回なんですけどもこれもですね一応あの出てくるキャラとかを描いてかりんとうが上果てしなく伸びていってる森っていうのでデザイン処理で描いてるんですけどもやっぱ他にいろいろ描けそうな部分をあえて外してるデザイン的に逃げてるんですね。ちなみにですねタオパイパイのモデルは漫画家の石川淳なんですけど google で画像検索すると写真で出てきますけどタオパイパイにかなり 似てますから、まだ知り合いを漫画に登場させる理由があります <laughs>。あった時代ですね。悟空もですね。こういう。 だだんだんハードなな展開になってきたので,です、ね、シリアス化してきますピッコロ大魔王編の半ばで,です、ね、人類絶滅を目指すピッコロ大魔王がついに悟空に倒されたとで倒されてです、ね、しかし話はまだ続いてです、ね、で人気がもう出てるので、まあ、本当はピッコロ編終わった後で鳥山明やめたかったという噂もあるんですけどもで、まあ、再び天下一武道会が始まって。 3年ぶりにですね3年間神様のもとで修行した悟空が3年ぶりに再会するというシーンですその時に悟空が背が伸びてたんですねその回の見せ方が本当にめちゃくちゃうまいんですよ第166話それぞれの再会という回ですこれあの扉が終わって最初のページなんですよ。まず悟空を出す前に天界一武道会場が雨が降ってるんですねで雨が降っていて でその中からですねタクシーが来てるわけです、ね、展開時不動会時こう1ページ丸々捨て駒みたいなです、ね、状況だけを見てるとここでみんななかなか来ないなーって言ってるとタクシーが止まってそこからブルマが降りてくるわけですねブルマが降りてくるんですけども映画を完全に意識してません、ね、この小回りっていうのは一番最初に状況を見せて サブキャラが噂話をして誰が最初に来るだろうというふうに言ってるとタクシーが終わってきてでタクシーも料金支払ってちょっと後ろ向きになって傘を差しつつあるブルマっていうですねもう一回ねやっぱ楽しんでる感があるんですね。多分この辺りで,です、ね、鳥山明も 長期連載を確保した頃だと思うんですけども、もうね。ピッコロ、大魔王編の前半とかにですね。ちょっと余裕がなくなってきたの。もう一回余裕取り戻してきてるから、いろんなものを書くだけのですね。心のなんか遊びが生まれてきてるわけですね。うまいです。この後ですね。ブルマが降りてきたということでですね。ブルマ登場ですね。 2分の1ページ分ぶち抜きというやつですねこういうのをですね1,2,3,4と4つに縦に分かれてるので2段ぶち抜きって言うんですけど2段ぶち抜きで出すんですね。ブルマを2段ぶち抜きで見せて成長したな色っぽくなったなというのを見せてきて悟空はどこだと押すって言って声が来て後ろ姿で3段ぶち抜きですね3分の2使ってですね まあ4分の3かぶち抜きでですすねねを見せてます、ね、で次のページではもう本当にもう一段多いぶち抜きページでですね悟空を見せてるんですけどもこの雨の中の天海地武道会場を風景描いて来ないなーって言ったらブルマが最初現れてブルマの変化を見せて「ブルマお前いい女になったな」みたいなことを言いながらやってるとなんかやたら体のでかい男が現れたそれは誰かっていうと悟空だった。 この、ね、見せ方はこの辺が多分鳥山明のの漫画家ととしての頂点だと思いますあのもちろん人気漫画として面白いのはここから先どん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 面白くなるんですけども絵のバランスと見せ方っていうのを全部描いてるそこら辺の総合力で評価するとこの辺の鳥山明が、えー、彼が描きたかった子供漫画のほとんど頂点にいたんじゃないかな絶頂期だったんじゃないかなと思います。